ションに参加した少年たち。これから人生はまだまだ大きな壁があると思うので、それをちょっとでも少しずつ少しずつ壊していきたいなと思っています。人に夢や希望を与えられる歌を歌えたりダンスを踊れたりするアーティストになりたいです。オーディションの合格者はエンターテインメントの本場ニューヨークで世界に通用するアーティストとなるため、3年間の英才教育を受けることになる。その栄光のチケットを勝ち取った少年たち、家族の祝福を受け、一人異国の地に旅立ったのが3年以内のことだった。2013年の春、プロジェクトトロンがスタートした。10代の少年が初めて目にするニューヨーク、何もかもが新鮮だった。新生活の始まりまでは日本から来た家族が手伝ってくれた。生活スタイル、これから暮らすのは世界で一番スリリングな街、新しい発見の毎日が続いた。ニューヨークは自分にとって映画で見るような世界で、いろんな人種の方もいたり、やっぱ日本とは全く違ういろいろなカルチャーが混じった国で、街がちょっと汚かった、ちょっとあれにびっくりしました。汚いんですけど、ね、なんかフィールドとかいろんな人種の人とかもそこで一緒に同じ人種になっていろんな国の言葉が聞こえてきて、すごい変な感じがしたり、すごいなって思ったりしてきました。街にはエンターテインメントが溢れていた。映画の見る世界が目の前に広がっていた。しかもレベルが高い。そもそもこっちの人は音楽を感じる力っていうか、それが生まれた時からあるんじゃないかなと思いました。これから3年間、ここニューヨークで彼らは家族と離れ、自分だけの力で生活している。